はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2020年5月の8?7?7 ですね、はい。さあ、ということで今日はね、メタメタ暑いです。今日はもうハウスはね、全開ですね。もう上まで上げないと暑くて来ましたね、夏がね。ただまだ30度はいってないと思いますね。さあ、そういうことで、今日は久々に嫁登場ということでね、もう午後になりまして、嫁がちょっと疲れがもうすでに出ておりますが、大丈夫ですか？はい、はい、ということで、嫁が来ていただいて、何、まあ簡単な仕事なので、ね、嫁が来てお手伝いお願いしようかと思いますが、はい、これですね、はい、トマトですね。もうトマトポット取りですね。うちはこのサイズなんですね。24センチ、大きいでしょ。これで、もうこのまま行くという作戦でございますので、まあこういう感じですね。今からこれやりますけれども、このポットね、まあちょっと値段張ってでかいですけど、まあ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 、これはちなみにミニトマトですね。ミニトマト、こういうの、なんだ、最近はソバージュ栽培とか言うんですけど、まあ基本的に植えて終わりっていうことなんでね、なんですか、まあ支柱を立てる場合もあるし、倒れなければこのまま行くというそういう作戦です。まあ究極の手抜きですけどね。で、これにこのままもう培養土をね、入れてしまうということです。このままね、ズドーンと入れちゃいますね。もう簡単です。だからまあできるだけね、手間をかけずにミニトマトを作りたいということであれば、これが一番おすすめということですね。はい、こんな感じですね。はい、でドブーンと水につけちゃいますね。はい、水につけちゃいます。で、この後、はい、あなたのお仕事です。はい、ここにねミニトマトの苗がありますから、そんなにね、今年は100株もいかないぐらいですよね。今年はもうちょっと少ないので、去年ね、ちょっと実験的にやってみていけそうだなということなので、で、ここに、大丈夫、はいはい、置いておきますね。あなたの前に置いておきますから、こうやってね。これで一株取りますね。私が種まきします。あ、これあなたが種まきしましたね。出てよかったですね。まあまあまあ、この辺からこうやってこう取るじゃないですかね。取ってもらったら、ブチブチ切ったら、そしたらボと来て、真ん中ワン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 、ズボン、はい、終了。はい、それでもみ殻をこうすな、たっぷりあげてください。こういう感じ、もみ殻をたっぷりね、乾かないように、こんな感じですね。はい、どうですか。で、もみ殻が足りなくなってきたら、ここにありますから、どんどん入れてね。ということを、私が今土どんどん入れますから、もう入れてこうやってやるだけですから、超簡単ですね。たかだか50株でもこれ30分もかかんないですね。だからね、ミニトマトも本当にね、もうこれもう家庭菜園のほぼ延長ですよね。ミニトマトをいかにね、楽に簡単にやるのかね、よかったら参考にしてみてください。これベランダでも多分できるんじゃないですか。あ、まあどっちでもいいよ、軍手でもいいし、何でも。はい、ね、培養土を入れて、よいしょ。ちょっとね、培養土を一気に使っちゃいますんで根は張りますが、まあ簡単は簡単ね。いっこでした。はい、よろしく。そう、真ん中に上げてな、できるだけ深めに入れちゃっていいから。うん、はい、ということですね。よいしょ、はい、あれどこ行った、あれどこ行った、カサカサ切るやつ、カサカサ切るやつ、あった。ゴールデンウィークはどうでしょう。今年はね、我々は普通にね、多分皆さんそうですけど、どこも出かけることもなく、相変わらず普通に仕事をしておりました。よいしょ、まあ今年もまたね、これどちらかというと実験栽培なんで、このやり方でね、とりあえず今年は50株100株いかないですよ。そう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 、こんな感じね。
はい、一個ちょっと植えてみてごらん。はい、はい、はい、ね、取りましたか。はい、ね、できるだけ根っこをね、根っこを長いやつを持ってきて、はいはいはい、ね、はい、掘って、ね、掘って、はい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 はいはい、それぐらい、はいはいはい、入れて、はい、はい、終わりです。それでもみ殻入れてください。はい、ね、ね、難しくないでしょ、ね、これ簡単でいいでしょ、ね、このやり方でね、あとは株数を増やせばいいっていうだけの栽培をね目指しています、我が家はね。そうね、もうちょっとぐらいね、土が見えないように、そうそうそう、これぐらいまでがっつり入れていいです。はい、 OK ね、簡単ですよね。まあこのやり方でね、どこまでいけるかということですね。よいしょ。本当はね、下にね、もうちょっと排水のいい、何ですか、よいしょ、ゆっくりさん、もうちょっと玉砂利みたいなね、黒い玉みたいなのを入れた方が、まあ排水というかね、そういうのはいいんですけど、まあ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 ね、ゆっくりさん、今年はね、ゴールデンウィークだけど、皆さんどこ行ったって話は本当にないから、あれですよね、かわいそうというかね、子供たちなんかはね、思い出がないもんね。そうか、学校も、学校っていつまで休みなの？5月の終わりぐらいまで休みなの？ちょっとすいませんね、世間的にニュースが太くて、たまにフェイスブックなんか見ると、なんかやっぱりね、関東の都内の状況とね、こっちは本当に、例えば我々は今愛知県にいますけど、隣の岐阜県なんかではね、マスクする人なんかもそんなに見られないぐらいのあれですよね。そんなことないか、そんなこと言ったらあかんかね。まあ本当にまだ岩手県は出てないのかな、ね、各県によって随分ね事情が違うみたいなんですけれども、まあ2020年は本当にもしかしたらね、このウイルスの年だったなということで記憶されるんでしょうね。うん、いっぱいあるで。よいしょ。まあしばらくね、こうやって水を、あ、大きいやつから行って、これはもちろん使うけど、うん、例えばこれ下から分かれてるんだったら、本当はこれ別か、まあ一緒に植えてもいいわ、うん、いい子ですね。はい、ということでね、こんな感じでどんどんね、進んでいきます。よいしょ、入れすぎてもいけないし、少なすぎてもいけないということで、はい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 、よいしょ、まあ、トマト栽培はね、トマト家庭菜園で皆さんやれるじゃないですか。まあね、手間をかければかけるほどね、ちゃんとできますが、よいしょ、路地だとね、やっぱり難しいわけでして、ある程度ちゃんとしたものを作るのであればね、ハウスを構築した方がいいということでね、やっぱりトマトをね、ある程度本当に路地で、甘よけぐらいな感じでね、普通のアングルでやってやろうとすると本当に、何年かかかりますからね。でもちろん芽かきをしたりね、今はソバージュ栽培っていうね、放任栽培が流行りですけれども、ね、それもそれでね、全く何もしないわけじゃないので、でもね、このトマトの栽培に関してもね、随分私が
研修した頃とはもう雲泥の差になりましたね。本当にいろんな栽培法が出てきまして、この今私がやってるのもこれもその一つですね。これはまあ私が考えたやり方ですけども、もちろんある程度大きくなりますけど、これあんまり背丈が伸びないやつなんですね。なのでうまくいけば支柱なしでいこうかと。ただやっぱりちょっとね倒れやすくなるので、あとやっぱり収量はどうしても多少減りますわね。その辺だから株数を増やして対応できるんじゃないのかと。だから将来的にはねハウス1棟全部、何株ですぐらいですかね、300株やれば収穫がちょっと面倒ですけどもね、そういう風にいけないかなっていうので今年ちょっとね、50株ぐらいやってみます。これである程度ね、今年の出荷分がね間に合うようであれば、来年以降はこれおそらくまあ何株ですかね。だからやっぱりこういう観葉のねトマトを作って、その中に苗をねこうやってこう防草シートの上に並べるだけでいけるということであればね、とても簡単ですから、その栽培を目指しているということでございます。まあ究極のミニトマト栽培、どうですか。ほぼプランター栽培と同じですよね。だからこのやり方できるのであれば多分どこでもできるではないのかというふうに思いますね。ちょっと多いか、ちょっとねこの培養土にお金かかっちゃいますけど、それはそれですね。よいしょ、よっこらせ。はあ、いや今日ほんと暑い、ほんと暑い。まあでもあれですよね、もみ殻、はいはい、もみ殻がなくなりましたか。培養土、はいはい、培養土とねもみ殻があればこれ完成です、できますからね。そんな難しいことはあんまないですね。ちなみにねもみ殻なんかでも昨日土作りでね質問を受けましたけども、粘土質のところはねもみ殻そのまま入れてあげてもいいです。これは本当にいわゆる炭素分なんですよね。炭素だと思っていただければ、分解するのにもみ殻ね多少時間がかかりますけれども、良質な有機質、まあ有機質は今では言いませんけどもね、炭素分としては非常に畑に入れるには、ゴロ土のところにはいいですね。私も結構千葉でやった時も、軽トラ何台分も入れた畑がありますね。ちょっとこう何ですか、高板層があったりしてね、深く耕した時にちょっとね下からこう水が出てくるようなねところ、もみ殻結構入れましたね。よいしょ、よくらせね、バンバン使います。バイオとね、よくらせ。まあ意外とねまだこれ何十株あるので、ないがね、お大きいやつから取ってな、そんなちっちゃいやつはダメ、はい、大きいやつから優先して取ってください。あ、嫁が、あら、もうちょっとあなた大きいやつから取ってください。全部大きい、あら、あら、怒っちゃいましたねえ。このように私の指示が悪いとね、嫁はすぐにねご立腹されますので、まあまあいいよ、うん、はいはい、まあ本当は1個がいいんだ、はいはい、ということね、大きいやつから、大きいやつから選んでほしいなってね、大きいやつから選んでほしいなって思いますよね。まあ農業の常識なんですけどもね、知らない、私は知らないと、知らない、はい、失礼いたしました、私の指示が悪かったですね、よいしょ、いけませんねこれ。夫婦のこの立場がこの農園経営に直結するというね、非常にこの何でしょうね、上司はどちらなんだ問題っていうのはねありまして、
間違った指示を出した方が悪いという言い方が失礼なんだと、はい、だそうです皆さんね、申し訳ございませんだね、はい、よいしょよ次はこれ目の前のやつ、これ一晩つけてあるから、こう昨日の夕方やってこれもう一晩つけてあるからこれも大丈夫な、だからもうあと5、6、7、8個で終わりだから、またこれ、うん、全部足らないでしょ、うん、うん、ということです。結構だから大変なのよ、そうそうそう、でもあの分かりやすくこ、うん、こっちからこう攻めていってくれると助かります、はい。よいしょ、ね、あっという間にいっぱいになっちゃいますから、しっかりね最初だけは水含ませてあげないと。よいしょ、さて5月ね、もうゴールデンウィーク終わりまして、5月末までが一つのね勝負になりますんでね、さて、よいしょ、よいしょ、はい、よ、そしたらこの一晩つけたやつね、一晩もう水がっつりと使ってますから、あとはこれねハウスの隅の方にもう並べておくと、まあ場合によってはねこの上から紐垂らしてね、よいしょ、ああちょっと除草をしないともしかしたらちょっと病気になるかもね、こういう感じで2列ずつ置いていってもね、ここ1列ずっとこの空いてるところね、これでこう上からもう場合によってはねこう上から紐を垂らしてこうやってこう誘引してあるっていうことも必要かもしれません、まあ状況応じてですね。よいしょ、かぼちゃがねもう最後の口に入ってきます、雪化粧、これが、これプッチーニの2番手ですね、でコリンキーね、雪化粧がね今年はちょっと少ないですね、全部で300株いかないぐらいですね、なのでねまあ今年だいぶ減らしておりますが、よいしょ、あ違うや、これを運ばんってからね、ゆっくりせ、いやー今日は暑い、さあ今年は台風とかどうなんですかね、本当にあの台風でねあのいろんなものを吹き飛ばしてくれて方がありがたいとね、そんな感じに思いますよね、一刻も早く平常に戻りたいと思ってる人は今はね本当に多いと思うんですけどもね、今は厳しい時期ですよね、よいしょね、こんな感じですね、もう花咲いてますよね、花が咲いてますから、これからねちょっとこうクリスマスツリーのようにねこれもっこりするんですよ、ね、そういう品種でございまして、よいしょ、ああもっこりと、ああいう感じでミニトマトね、よいしょ、ああね、ちょっとねこれ内側に、普通実はね外側につくじゃないですか、これ内側につくんですよ、クリスマスツリーみたいにねこうもっこりしてその内側なので、ちょっと手を伸ばしてねこうやって収穫しなきゃいけないんですけど、まあまあ去年そこそこ取れましたんで多分いけるだろうと、ただ収量が問題ですね、うっくらせ、大きくなってきたらねちょっと距離を取らなきゃいけないんですけど、
うよっ。よいしょ。これもね使えるからね、あのなんていうの、うん、後でまあポット取りするの、そうそうそう、うん、これも使えるから貴重だから、うん、よいしょ。もみ殻たっぷりあげてね、もみ殻、もみ殻をやることでね乾きを防ぐんですね。よいしょ。まあよかったらね参考にしていただける、これまあ家庭菜園の人はねこれ見たら分かると思うんですけど、もうこれで十分ですよね。むしろこれは畑に植えなくてもいいわけです、うちはもうこのまま行くわけですから、日のね当たるベランダだとかどっかに植えればねいいんだということなのでね、とても簡単だと思うんですよね。あと今日は暑いよ。よくらせ。よいしょ。まあそういう意味ではね、これはもうトマト栽培の常識というようなものからかなり逸脱しているのでね、まあでももう皆さんね多分ブルーベリーだとかいろんなトマトの取り放題とか行くじゃないですか。包装シートの上にこういうこの袋に入れて苗植えてあるってこういうふうに支柱になってるっていう、そういうのがありますもんね。で溶液で作ってたり、うちはまあ溶液みたいなものはないですけども、これでまあ長期で取るのは難しいですけどもね、ある程度はこれでもう実がなるわけですね。もちろんうちは薬剤は使いませんので、よいしょ、ね、残りは明日ですね、これ一晩つけてね、一晩水につけて、明日の朝になってもう一回これちょっとね、多分もう残りは 2,30 分で終わりですから、これでねうちのトマト栽培ほぼ終わりというかね、苗を育ててこれにポットに植え替えるだけということでね、これでね連作も何もないということでございます。まあ長年やってきてね、いろんな今はこういうやり方をしてますけどね、もちろん昔はね畑に植えてですね、あるいは研修時代はねトマト担当になりまして、本当にミニトマトを収穫だけでね1時間以上2時間とかやってね、なかなかの大変でしたけれども、人がいればね、人がいれば全然いいんでしょうけれども、まあいいよこれでも、こういいよこれでも、これももったいないからさ、そうあと 1,2,3,4 はい、あと明日ですね。さあこんなことでね、ね、これなら素人でもできるもんね、はい、全然難しいことは何もないですね。
植えて終わりでございます、ほぼね。さあ、そんなことでね、ポット取り、トマトのポット取りをね、している。ん？大丈夫よ。はい。動画でございました。こんな感じでね。明日の朝になって一晩つけてね、明日の朝になったらハウスの中に持ち込むということでございます。はい、以上でございます。いや、今日は暑い。ね、暑いです。いいよ、その辺のやついいよ、使っちゃって。もう、うんうん、もったいないからさ。なんだよと。あ、結局使うんじゃないかと。本当に腹立ちますよ、皆さん。え、なんかブツブツ言いました今。本当に腹立ちますよ。本当に腹立ちますよ。だったらいちいち。もうこの無駄なイライラをどうしてくれるんでしょうか。あれだ。永久に。ちょっと。永久に好きな時間出勤。え、永久に何？好きな時間に出勤。好きな時間出勤、好きな時間退勤。退勤。という権利を勝ち取ろうと。はい、これ勝ち取りました。だそうです皆さんね。嫁はどうやら自由出勤、こういうのは究極のフレックスタイムっていうんですか、永久ということでね、だそうです皆さんね。そうですか。私が何時に来いということはもう指示できないということですね。それはあなたが決めお決めになると。なるほど、わかりました。じゃあ今日はあれだね、朝起きてお伺い立てるわけですな。今日何時にお越しになられますかと。うん、気が向いたらっていう。気が向いたら、創業者かお前は。創業者かお前は。俺が創業者なんだ。影の創業者ということでね。乗っ取る、このように我が家はね、なぜか私も20年やってきましたけど、ついついここ2年前に来られたこの嫁に乗っ取りを図られてると、そういった現状でございますね。これはね、失敗しました。ということで以上ね、なんとか、ミニトマトのポット取りをしている百姓農園の動画でございました。以上です。明日からこの方は自由出勤、以上です。